この扉の向こうがボルボルルームです。そこにあるノルンの像の前でハルマゲドンのプログラムを起動させれば、この世界を最初からやり直すことができるのです。兄さんがノルンの鍵を持ってくれば、どちらのプログラムを起動させるのか決めることができるんですね。この世界を作った星神は最初の7日目に休息の眠りにつきました。天使と人間とデビルに世界を任せたのです。そして世界がある段階まで成長したとき、この扉の向こうにあるオルゴールルームに用意されたハルマゲドンとラグナロクの2つのプログラムのうち、どちらを起動するのかを決定させるようにしたのです。ハルマゲドンは世界を再びやり直すためのプログラムでは、ラグナロクを起動するとどうなるのですか？ラグナロクは今の世界を次の段階に進めるためのプログラムなのです。ラグナロクを起動させて星神を眠りから起こせば、星神は次の時代を作り始めるのです。ただし、その時に星神を倒せば、倒した者が新たな神となり、世界を自由にできるのです。あなたはハルマゲドンを起こそうとしている。世界は次の時代を迎えてはいけないのですか？魔界のデビルも地上の人間も堕落して混乱しています。このまま進めば世界はますます混乱して、やがて滅びることになるでしょう。世界はやり直すべきなのです。兄さん、来たんだね。自分と世界の運命を決定するために。流しさ、世界はもう一度やり直さなくてはダメなんだ。このまま進んでもこの世界に未来はないよ。今こそ全てをリセットするプログラム、ハルマゲドンを起動する時なんだ。兄さん、お願いだ。ノルンの鍵を渡してよ。天使たちにとっての未来ということだ。違う、そうじゃない。信じてくれ、兄さん。ラグナロクとハルマゲドン、どちらも世界の運命を決めるプログラムだ。流しさと天使は今の世界に絶望して、最初からやり直すハルマゲドンを望んでいる。しかし、俺の父親の大魔王ルシファーは、世界を次の段階に進めるプログラム、ラグナロクを起動させることを望んでいる。俺はどちらを望んでるんだ？ありがとう、分かってくれたんですね。これでハルマゲドンを起動することができる。さあ、オルゴールルームに行きましょう。兄さん、ここがオルゴールルームだよ。兄さんのおかげで世界はもう一度やり直すことができるんだ。いいかい、ハルマゲドンを起動させるよ。
光が溢れてる。何もない。未来、世界の、これでよかったのかな。それはこれから私たちが何をするかによって決まるんじゃないの。世界がもう一度始まろうとしてる。やり直すのよ。もう一度最初から。夢か。兄さん、やっと起きたんだ。うなされてたみたいだけど、大丈夫？変な夢を見てたからな。外は雪だよ。まったく、最近は変なことばかり起こるね。テレビじゃ臨時ニュースばっかり流してるし、世界中がおかしくなってるよ。僕、リビングにいるからね。出かけるんだったら声をかけてね。